栃木県日光市、群馬県沼田市と群馬県緑市にまたがる山。前けさ丸山、中けさ丸山、五けさ丸山、奥けさ丸山、法師岳の総称のこと。一般には前けさ丸山がこう呼ばれる。標高は1878メートル。最高点は奥けさ丸山の標高点1961メートル。けさ丸連峰。けさ丸山は、 古いスカイ火山を構成する一方である。日本三百名山。名所としてはね、釈火像が有名。群馬県、緑市川の遠野沢登山口から入山する、登山客がほとんどである。遠野沢登山口へは渡らせ、渓谷鉄道、沢入駅最寄駅。登山口からしばらく、道なりに進むと、今朝、丸山の名所ね、釈火像がある。 日光国立公園内にある。最高点の北900メートルほどの稜線上には三等三角点がある。標高は赤木山の最高峰である。黒部山より高くアクロも点在するので、ある程度の登山経験がなければ、やや困難であると言われている。登山口には駐車場があるものの、収容台数がそれほど多くないので、鉄道を利用する登山者も多い。 道中にはツ,ツジをはじめとする数々の植物が生い茂り、サルリスなどの野生動物も現れることがある。また避難小屋も設置されている。登山シーズンになると多くの登山客が訪れ、登山道には長蛇の列ができることも珍しくない。ありがとうございます。